お代官様、その説はありがとうございます。なあに、大したことではない。それよりいつものあれ、分かっているじゃろうの。分かっております、分かっておりますとも。お代官様のお好きな山吹色のお菓子でございますね。重いのさあどうぞお改めくださいませ。おお、これじゃこれだよ。わしはな、山吹色のお菓子が大好きなのじゃ。早速いただくとするぞ。はい。ところでお代官様、我々の企みを知ってか知らずか、最近見かけない侍が動いているという話もございますので、お気をつけいただければ。所詮農民どもに焚きつけられた浪人者じゃろう。しかし用心に越したことはない。セキュリティの方は大丈夫だろうな、大黒屋。はい、いついかなる時いかなる敵が来ようとも、代官様の恩義を守れますよう、武器に罠、用心棒を取り揃えております。さすがじゃのう、大黒屋。セッティングはわしに任せておく。いよいよいよ、代官様にはいつもお世話になっておりますゆえ。それはそうですが、例の件も一つよろしくお願いいたします。分かっておる、分かっておる。わしに任せておけ。して私利私欲まみれの悪代官と悪徳商人は柳生新陰流の刃にてあっけなく切り捨てられた。涙に暮れていた村人たちが喜びの声を上げるのを聞き満足し、旅を続ける柳生十兵衛。その先にどのような事件が待っているのか、それはまたのお話。
までだ、悪党。何やつじゃ、せっかくの楽しみを。純朴な民を苦しむ悪逆非道の大官と貴様か。大黒屋と手を結び、罪なき村人たちを苦しめる貴様のようなやつは生かしちゃおうかね。三途の川を渡る旅話によーく覚えておけ。柳生雪舟斎が着損、柳生十兵衛光吉とはこれだ。ご公儀に代わって正義の刃を受けろ。柳生だと、いきなりビッグネームが出てきやがって。偽物じゃ、出会えで。長屋に連れてきおって。いつもの部屋ではないか。サービスにございます。大官様がいつでもおくつろぎいただきますように。サービスにございます。さあさあ、どうぞお座りくださいませ。ああ、いやいや、お大官様、この辺りの低所得者層が住まう長屋を潰し、大官様のお屋敷を建てるお話でございますが、うん、地上げの方は大官様の圧力と金に物を言わせ、それでも従わぬ者は島送りにし、あるいは辻斬りに見せかけ切り捨て、着々と土地整備は進んでおったのですが、ここに来て思わぬ敵が現れまして。一体何なんじゃそれは。この辺り一帯で親分と恐れられている凄腕の十手持ちが、何やら私どもの周りを必要に嗅ぎ回り、大官様をお縄にし、悪事を公にしようとしているようでございます。十手持ちか。ところがこの十手持ちがなかなかの凄腕、その取り物の腕は天下一品という噂。困ったの。今ここでわしの悪行が公に出れば、これからのわしの華々しいサクセスストーリーに傷がつく。しかし案ずるな大黒屋、いかに凄腕の十手持ちとはいえ、わしの力で返り討ちにしてくれるわ。さすがは頼もしいお代官様。この山吹流のお菓子でご存分にご準備くださいませ。さすが大黒屋、気が利くの。神河町で俺の名を知らないと、じゃあますます許すことはできねえな。なあ、
飯食いなりの使いと勘違いされちゃたまんないが、この長屋一帯に住む住人全員島流しにして好き放題してるのはてめえか。てめえと同じお天道様で暮らすっていうのはどうしたって納得できねえ。素直にお縄についちめえな。たかが十手持ちに何ができるという。また払いたいわ。不届きを休め。切れ、切り殺せ。百夜町お膝元神田の界隈に三宿稲荷のその近く正義に燃える男がいた。あれさ親分どちらに行きなさる。ちょいと観音様までご挨拶。なんかの願掛けしてたのかい。十手にかけたその願い悪の大官の首根っことお江戸日本晴れの今日この日やっと下ろせるというもんでさ。
国屋、なぜわしを奉行所などに連れてきたのじゃ。気づきませぬか、大官様。何がじゃ。この奉行所にございますよ。だから何がじゃ。本物の奉行所は隣にございます。まことか。してここはどこじゃ。奉行所のテーマパークにございます。何、テーマパークとな。この手のレジャー施設は江戸には大変不足しておりましてな、ここで私が目にものくれる大テーマパークを作り、高い入館料を取り、ガッポガッポと荒稼ぎするつもりでありまして、莫大な建設費をかけ、つい先ごろやっと完成させた次第にございます。なるほどの。しかしよくお堅い本物の奉行所がこのような偽物の施設の建設を許したものじゃの。許可など取ってあるわけがありますまい。大官様の名前を使い、無理やり問答無用で作らせた次第にございます。奉行所は何も言ってこないの。奉行所からはすでに何回も苦情が来ております。貴様、手打ちだ。手打ちにしてくれる。大官様、貴様というやつは。財宝を含め、御沙汰を受けるよう観念せい。はっ。もうここまで来たら、巻き込まれるだけ巻き込まれてやるわ。カバン、切れ、切るせい。かくして悪大官と悪徳商人の非常識な野望は打ち砕かれた。この事件において悪徳商人が作ろうとしていたテーマパークの地下で、大岡がさつまいもチップスを作る研究をしていた青木昆陽との出会い、またその後の享保の大飢饉で万民を救った石焼き芋の話は、講談を通してあまりにも有名である。
南町奉行も気が利くではないか。いえいえ、お代官様にはいつもお世話になっておりますから。おお、この部屋はどこにでもあるものなのか。サービスにございます。お代官様のためにご用意させていただきました。さあどうぞお座りくださいませ。今日は若い娘を用意させていただいておりますので、お遊びくださいませ。その代わりの件はよろしくお頼み申しますよ。わかったわかった、その件は任せておけ。早く呼ばぬか。それではこれこれ、はい、たっぷりとお遊びくださいませ。お、美しい女子たちではないか。よいよい、このように楽しい思いができるのも大黒屋のおかげじゃの。それがでございますね、大官様。一つ困ったやつが現れまして、最近この吉原界隈で金とか銀とか申す遊び人が大層派手に遊び回っておりました。この男大変な悪人嫌いで、何でも最近大官様の悪行三昧を耳にして、俺が成敗してやると息巻いているとか。なんと町人がたわけたことを。わしのこの楽しいひとときを邪魔でもしようものなら返り討ちにしてくれるわ。大黒屋、
返り討ちの手はずはしておろうの。もちろんでございます。ここへ踏み込もうものなら一網打尽、お代官様には指一本触れさせません。一網打尽だ。一網打尽。そこまでしな。何やつ。やぼうぼう、大層お江戸らしまって根性の悪い悪代官っててめえのことか。代官腹黒モンドノスケスケベ商人大黒屋金次、てめえらの悪行三昧はすでに承知の上だ。お江戸八百八丁の上を蹴ってるお天道様が許したって、この遠山桜だけはどうしたって許すことはできねえ。おざくな遊び人が、これからウハウハの楽しみがあるというのに邪魔しよって。不届きな休め、切れ、切り殺せ。覚悟しろ。出会え。続け。出会え。かくして悪行三昧の悪代官は遠山の金さんにその野望を打ち砕かれた。不夜行吉原の十日はますます妖艶にそのフェロモンを放つことになる。あ、そうそう、遊びが仕事の金さんだけど、なんか事件の後どっぷり吉原にはまってしまったようで、北町奉行所も困っているみたいだけど、ま、いいや。
そこまでしな。して悪用だ。
そこまでしな。かくして悪行を
そこまでしな。
しかしここは静かだの。ご辛抱くださいませ大官様、しばしの辛抱でございます。さすがに地上げ、殺人、違法登録、吉原騒乱罪とこれだけの罪を犯してしまわれますと、このような人も近づかぬ場所でないと大官様の身の安全はお守りできません。しかしここは寂しすぎるの、おなごもおらんし。何をわがままなことを。実は大官様、話は変わりますが、私先だって大官様への資金援助を増やすためさらなる事業拡大を図るべく、ある山奥の女たちのみが住む奇妙な里の地上げと再開発をしましたところ、なんとそこは甲賀忍者の生き残りが隠れ住んでいた里だということが判明した次第でございます。忍者？そうでございます、忍者でございます。くの市でございます。くの市？その里にいたくの市の数名が里を奪えた恨みから大官様のお命を狙っているとの情報を耳にしたのでございます。なんでわしが狙われるの？さあ、再開発による土地の引き渡しを求める立ち退きの看板を立てましたところ、施工主の欄に書かれた名前を読んだのでございましょう。名前？大官様の名前でございます。貴様勝手に何さらしとんじゃ。デジャーデジャー大官様、お急ぎくださいませ。大官様、時間がございません。お急ぎくださいませ。デジャー大官様。かくして悪大官たちの野望を打ち砕いたくの市たち、甲賀の隠れ里でくの市たちはその後も生き続けてきたが、年々その数は減少していき、佐渡のくの市保護センターでの熱心な活動にもかかわらず、平成7年最後のくの市みどりが死亡し、アミタイツ文化が絶滅したのは記憶に新しい。あれ？
くわ。どうなさいました大官様、何を泣いておられます？いや、先日のくの一のことを思い出してな、ついもったいないことをしたなと悔いていたのじゃ。ついでに今まで亡き者にしてきた哀れな役人十手持ち奉行などのためにもちょっと手を合わせて見てみたのじゃ。生きているうちに受ける仏罰はなるべく避けたいものじゃな。しかし大黒屋、この地下の寺らしき作りの迷宮は何なのじゃ？この寺は修行僧が下界を隔て荒行を長きにわたってするために建てられたものを、テーマパークにする目的で私が買収した次第にございます。私どもが大官様にさらなるご寄付をするため莫大な資金集めをする事業の一環として各地で展開中のテーマパークの一つでございます。寺のテーマパーク？この寺を例によって買収した後ディテールアップした次第にございます。それに大官様は常に何者かに狙われている身の上、ここなら火盗改めなどが襲ってきました時に身を隠すにも敵を迎え撃つにも最適かと考えた次第にございます。してここにおった坊主どもはどうしたのじゃ？立ち退きの際抵抗されたために全員用心棒たちに切り捨てさせましたでございます。貴様、この罰当たりが、この罰当たりが、大官様、ご準備を、ご準備を。殺生なし。悪人め、しまった！伊助盗賊改め方長谷川平蔵である。老中松平定信様のご下命によりご公儀への謀反の疑いで武蔵野の国大官春黒門之助助兵衛並びに大黒屋金次を捕らえに参った。抵抗する者は
らは容赦なく切って地獄に叩き落とす。おとなしく爆につけ。なに、急に時代交渉を意識しやがって。大体誰だよその松代がなんとかってのは。構わん、切れ、切るして。盗賊改め方長谷川平蔵とその部下たちの活躍によって、悪代官たちの悪行三昧は露となって消え去った。本当はここにあの有名なギター音楽を入れたかったんだな。チッ。Thank you.
このような場所にこのような施設を。大黒屋、お主も悪よの。お褒めいただきありがとうございます。してここは一体何じゃ。秘密のアジトにございます。よもや大仏の下にこのような場所があろうとは誰も気がつくまいと思い、この場所を選びました。ここでは大観様をお守りするための武器の開発および莫大な資金が隠してある金庫でもございます。なるほど。しかしこの部屋だけは変わらぬの。サービスにございます。話は変わりますが、私の店に出入りしている男でアンディ山本という男がおりまして、この男いくつもの言葉を操る正体不明の男ではありますが、妙な巻物を手に入れてきましてな。これがそうでございます。何でも願いが叶う秘術の在りかが記されているとか。なんとまことか。そちらの地図は現在解読中にございます。頼んだぞ。はい。町の噂で石川五右衛門なる盗賊が巷でいくつもの金持ちの蔵を破り続け大暴れしているとか。その輩がつい先日このアジト宛てに予告状を突きつけてまいりました。不届き千万。セキュリティの方は大丈夫じゃろうの。抜かりはございませぬ。しかし大黒屋、なぜこの秘密のアジトの場所が盗賊に知れたのじゃ。表の大仏の膝元に秘密のアジトと表札を出しているからでございます。なるほどな、はい、死ね死ねこの大黒屋。大官様、ご準備を、ご準備を。石川五右衛門の攻撃に指物悪大官も兜を脱ぎ捨てなければならなかった。税金泥棒が天下の大泥棒に泥棒されてしまったとは、泥棒の風上にも置けない泥棒だと天下はこの事件に驚いたと伝えられている。
石川や浜の政子は作るとも、世に盗人の種は尽きなし。意気揚々と帰る五右衛門の胸中に何が去来したのか、今となっては定かではない。